はいどうパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は劇場ユンカー再上演へということで浦和レッズ VS 鹿島アントラーズのプレビューですねやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで前回横浜 F マイナス戦に関してはもう動画レビュー動画上げているんでよかったら、見ていっていくださいという話でございますけれども、さあ前回は本当ユンカー劇場で、ございました。ハットトリック決めてなんとかチームをこれ救うんですね。ゴール決めてくれたユンカーでございますが、この試合の活躍、さあ本当ユンカーもですねここから調子を上げていってくれないと困るって話でございます。もう本当フォワードの補強なんていらんよって言わせるぐらいの活躍、この鹿島戦でも期待していこうと思ってますけどもね。はい、ということでこちらメインチャンネルでございますね。サブチャンネルの方でも J リーグの話とか、浦和レッズの話をしております。よかったら動画概要欄からですね、サブチャンネルもよろしくお願いいたします。ということでまずこちら浦和鹿島ということで、現在浦和レッズ勝ち点13で15位でございますね。そして対する鹿島が現在2位、勝ち点は28となっております。そしてこの間の水曜日のゲームが終わって J リーグようやく暫定順位がなくなりました。もうこれ現在の順位がこれ正真正銘の順位になってくるわけでございますが、それでやっぱり15位というのはなかなかに厳しい現状でございますね。まあ浦和レッズもずっと引き分けが続いていてリーグ戦2勝しか、していないというのは本当、悲しい限り、まあ、この鹿島と浦和レッズ負け数ですね、敗戦の数で言うと1つしか変わらないんですけれども、やっぱり鹿島で、ね、しっかり勝ちゲームを、ものにしている勝ちゲームをものにしている日本語かしか、しっかり引き分けで終わるかもしれないゲームをしっかり勝ちに、持ち込んでいるというのは鹿島アントラーズ浦和の7分けというのがですね、なかなかにちょっと、現状物語っているんじゃないかと思いますけどもね。はい、そして浦和レッズ鹿島アントラーズの直近5試合でございますけれどもね、まあ、浦和直近5試合は5分けということでなかなか厳しい現状でございますね。まあ、その前3試合がスコアレスドローで終わっていたんですけれども、前回マリノスで前半3失点してしまったんで、まあ、やっぱ試合が終わった後はテンション上がって、ああよかったね、追いついてよかったね、なんとか勝ち点1取ることができてよかった、ユンカーありがとうって感じがあったんですけど、やっぱ冷静に現在地を見直すとやっぱり厳しい。現在15位ということで自動降格はまだ、離れているんですけれども、ね、これ入れ替え戦の16位というのがなかなかに、近い状態いるんでね、これをどういうふうに、まあ、この、乗り越えるかはですね、この鹿島戦が終わった後は清掃さが福岡ということで、まあ、連戦がついていくわけでございますんでね、まずこう本当鹿島ホーム最終戦、この3ホーム最終戦であれですね、この3連戦ですね、ホーム3連戦の最終戦しっかり、勝ってですね、アウェーに行きましょうという話でございますね。はい、そして対する鹿島の方は直近5試合が3勝1分1敗ということで、まあ、広島には0対3で敗れているんですけれども、それ以外のゲームは本当しっかり点が、取れているという話でございます。まあ、名古屋戦はスコアレスドローに終わっているんですけれども、セットに3対0、そして10秒に3得点、そして札幌には4得点ということ、しかも札幌はね、本当今年守備が硬いんですね。これ、ミシャサッカーのイメージが強いんで、まあ5点取って4点、失点するみたいなサッカーじゃなくてですね、これ、まあ、最近の札幌、今年の札幌、本当守備ディフェンス面が相当安定していたんですけれども、その札幌相手に4得点決めるということでね、まあ、勝った試合はしっかり大勝を収めているこの鹿島なんで、どういう顔を今回見せてくるかはですね、広島戦の顔を見せてくるのか、それともこの前回札幌戦のような顔を、見せてくるのかっていうのはやっぱりそこあります。そして、まあ、鹿島だからルヴァンカップはあったんですけれどもね、浦和レッズはまあ一緒ですけどもね、まあ、連戦っちゃ連戦ですけども、まあ、ちょっと鹿島はねちょっとメンバー休めることができた反面、浦和は本当結構疲労が溜まっているんじゃないですかね。ちょっとコンディション面で不安を抱える浦和レッズでございます。まあ、同じ連戦ではあるんですけれども、やっぱカップ戦とリーグ戦ではちょっと変わってくるんでね、そこの差がちょっと出るかなというのがあるんで、そこのまあ疲労感が出る前に試合を決めて、本当前半のうちに試合を決めたいというこの鹿島戦になっていくんじゃないかと思いますけれどもね。はい、そして前回リーグ戦のスターティングメンバーでございますね。まあ、裏一応シャルク、ユンカー縦関係してますけどもね、まあ、横関係でもいいのか、そこはまあちょっと何とも言えないところであるんですけども、まあ、これ小泉がだから前回守備結構こうやられてしまったんで、ここのまあメンバーどうするか、関根を右に入れても僕はいいと思うんですけどもね、まあ、前回関根選手右サイドバックでも出たんで、この辺がまあ何か伏線になって、この試合関根右サイドバック先発もなきにしもあらずかな、そこどうなんですかね。モーベルグも右サイドバックやってましたし、ちょっと一時的なあれなのか分かりませんけどもね、まあ
かし何せよ疲労が溜まってますね。後から話すんですけど、このフォーバック秋元岩波ショルツマあたりのこのフォーバックが相当多分疲れが溜まってると思うんでね、まあ、誰か休ませたいですね。特にマあたりのとこ宮本使ってちょっと休ませたい感じもあるんですけども、なかなかそうもいかないのかな。まあ本当センターバック伊藤とかね試してほしいところであるんですけども、しかしまあ試す余裕もないというのは現状なんで、そこもちょっとね厳しい状態にあるこのメンバー構成でございますけども、さあリカード監督がどういうメンバーを送り出すか、そこも注目して見ていこうと思ってますね。はい、そして予想スタメンですね。前回完全休養でした江坂選手ですね。多分この試合、まあ、鹿島戦に照準を合わせているんじゃないかと僕は思うんですけどもね、まあ、江坂はですね、まあ、出番スタメンで僕は来るんじゃないですかね。逆にシャルクもずっと出ずっぱりだったんでね、まあ、このシャルクに変えて江坂をトップ下に起用するというのも一つあると思いますけどもね。でモーベルグも前回途中から出てはいるんですけどもね、多分モーベルグの照準もこの鹿島戦にあったんじゃないかというのがあって、まあ、前回本当短い時間ですけどもね、まあ、起用されてあんまりこうドリブルでぶち抜いていくとかそういうシーンはなかった。仕掛けてクロスを上げるし、右足でクロスを上げるシーンはあったんですけれどもね、というのがあるんで、多分照準はこの試合だと思うんで、まあ、スタメンで来るんじゃないかと思いますね。で、前回アシスト決めた松尾選手ですね。だからこれもしかしたらトップ下に松尾選手を置いて左に、関根とかも可能性ある。まあ、江坂をどう使うかとか、そこにもね、リカード監督どういう風に考えるかちょっと分かんないところもあるんですけども、まあ、松尾選手の使い方もそこちょっと注目ですね。で、まあ、さっきも言ったとやっぱ疲労ですね。ちょっと疲れが ACL で、まあ、アジアの、ね、激闘、このアジアでの戦いの後ずっと出突っ張りの4人なんでね、そこを、まあ、どうするか。大畑選手がどうも全体練習か分かんないんですけれども、まあ、練習部分合流ですかね、まあ、しているっていう話もあるんでどうなるか、まあ、多分まだ無理と思うんですけれどもね、無理とは思うんですけれども、この、ね、大畑選手の復帰ちょっと待たれるなって感じがしておりますね。でやっぱりこの試合のキーマンはユンカーですね。前回ハットトリックで、まあ、ちょっと疲れ、ユンカーも疲れが気にはなるんですけれどもね、このユンカーの爆発、本当期待したいです。本当キーマンユンカーと思いますね。で、鹿島の注目選手やっぱりピットカと上田、ここになってきますね。今年やっぱり多いのはピットカ上田ライン、ここはね最警戒です。本当これ J リーグ屈指ですね、ボランチセンターフォワード。まあこれやっぱりまあ昔で言うとですけれどもね、サンフレッチェ広島青山、ボランチの青山選手とセンターフォワード佐藤久と、このコンビが結構厄介ではあったんですけれどもね、今の鹿島、まあ、それに言うとまあボランチピットカ、そしてセンターフォワード上田ですね。ピットカが自分で運べたりとかもするとか、ピットカの場合は自分でパスも出せるしドリブルで運ぶことができる、本当に深い位置から自分でボールを運んで上田選手がね待ち構えているんでね、まあ、この上田選手も変にこう降りてこずにですね、しっかりゴール前で構えてピットカは待ち構えるじゃないですけれどもね、っていうのがあるんで、この距離感も非常に良いですし、逆に上田選手は自分のところにピットカがしっかりボールを運んでくれる、自分がここにしっかり立っていればね、ピットカ選手から良いボールが、来るという、そこの信頼感も感じるようなプレーもあるんで、このピットから上田ラインですね、これ本当要警戒でございますね。あとは鈴木ユーマですね。もちろんこれ鈴木ユーマもこれ、キーポイントになってきます。この鈴木ユーマは本当視野が広いんで、結構これ本当ね、ワンステップツーステップで反対サイドに一気に蹴り込んで、もサイドチェンジのパスですね、本当サイドを変えるパスを一気に出していくような、こう展開力のあるパス、鈴木ユーマ、そこもちょっと警戒しないといけない。本当これね、フォーバック、裏レッドもフォーバックなんで大外使われやすいんですけれども、ね、この鈴木ユーマの視野の広さ、これは本当要警戒ですね。この、鈴木ユーマ左サイドで、まあ、鈴木ユーマがボール持った時に一気に右サイドの、常本選手にパス出してとか、それも結構あるんで、このボール持った鈴木ユーマ反対サイド対角線でのパスというのも結構、浦和レッズからしたら要警戒のポイントになってくるんじゃないかと思いますね。はい、そして浦和鹿島の直近3試合の直接対決の結果でございますけれども、まあちょっとね、2020年の11月のゲーム、何があったか、4対0のゲームがあったんですね。あんまりもうこれ記憶、ないですけれどもね、まあ4対、あそうか、これあれか、大槻監督が退場になった試合ですかね、4対0こんなゲームありましたね。そして浦和ね、去年の浦和はだからこの鹿島戦、春先ですね、ホーム最下でのこの鹿島戦、ここで勝って一気に、波に乗っていたっていうシーズンでございました。この2対1で勝利したゲームですね。そして最後ですね、この11月、2021年11月の鹿島戦に関しては、多分ね、僕の記憶が正しければ全然ボールが進まなかった、試合ですね。ユンカーが最前線に構えているんですけど、ユンカーに全然ボールが渡らなくて、ユンカーが常にイライラしていた、そんなゲームだったと、思うんですけれどもね、まあ、この鹿島戦1対0で敗れたゲームですね。ここで本当印象的な、ね、シーンが多かった。失点場面とかじゃなくて、とにかくユンカー最前線のフォワードにボールが渡らないという、多分あの試合でユンカーは相当悔しい思いしたと思うんでね、この試合の借りを返してほしいと思ってますけれどもね。はい、そしてチャンス構築率、まあ、データのところになってきますけどもね、まあ、鹿島のデータでいうと攻撃回数がリーグ1位ですね。そしてシュート数も1試合平均で3位ということでございますね。そしてまあこれやっぱり怖いのがシュート成功率の
4位ですね、まあ、得点力っていうのはもちろんこのチームあるんですけども、やっぱシュート成功率の4位、本当ゴール前で簡単にこれ上田綺世とか鈴木優芽簡単に前を向かせたくないっていうのもありますし、ボランチの樋口が本当にいいプレー見せるんですね。これ本当鹿島アントラーズ最前線に鈴木優芽と、まあ、これ上田綺世っていうね爆発的なコンビがいるんですけども、そのボランチ、その後ろボランチにはさっきも言ったピッツカがいたりとか樋口選手がいたりとか、まあ、泉選手のプレーしたりとかボランチでプレーしたりとかしているんですけどもね、ちゅうのがあるんで、このボランチ特に樋口の、ね、ポジショニングとかこのローを惜しまないは本当にしっかり走り切る、最後まで、90分間走り切る、このスタミナとかもそうですけどもね、まあ、この樋口の存在感というのは鹿島際立っているんで、これまあ2トップだけじゃなくてですね、この樋口がどんどん動き回ることによってゴール前ですね、これ鈴木馬とか上田綺世が気持ちよくシュート、そういうコースが生まれたりとかするんで、このまあシュート成功率の高さ、これは本当に、ね、2トップの個人的な能力だけじゃなくてチーム全体としてこの2トップに点を取らせようという意識が強いんで、この鹿島はですね、まあ、本当ねこの2トップだけ抑えとけばいいって感じはありません。ゴール前にどんどん選手が侵入してくるんでね、そこをどうされるかもう一つ鍵になってくるんじゃないかと思いますけどもね、はい。そしてこちら得点パターンですけど、ちょっとやっぱ注目するのが鹿島クロスから得点が多いんですね。だから上田綺世のこう強烈なミドルシュートも本当怖いんですけれども、ね、このクロス、まあ、クロスとかセットプレー、ここはやっぱり要警戒になってきますし、っていうかそもそもですね得点パターンが豊富ですね。もう本当クロスからも点を取るし、まあ、スルーパスからも点を取る、ドリブルで運ぶこともできる、本当に恐ろしいチームで、ございます。昨年までの鹿島も本当ねデータ良かったんだけど春先調子が悪かったんですけど、今年はデータと成績が本当見事にマッチングしてる感じがある。本当この鹿島の攻撃力、まあ、守備のところもちろん硬いんですけどもね、裏の守備陣も前回3失点しているんですけども、今年ここまでのゲーム、まあ、13試合終わった時点では比較的守備安定してる方なんでね、この、まあ、どちらかというと鹿島がどんどん攻め込んできて裏が待ち構えるみたいな展開になるかちょっと分かりませんけど、まあ、裏レッズからしたらボール持たされるような展開にはしたくない、自分たちで主体的にボールを持つ分にはいいんですけど、鹿島から逆に、はい、浦和さんボール持ってくださいみたいな、そこは嫌ですね。まあ、鹿島もそんぐらい余裕を持って構えてくる可能性もあるんですけども、こう自分たちで主体的にボールを持つゲーム展開と持たされるのでやっぱちょっと変わってくるんでね、まあ、持たされた時とか持った時にどういう風なアクションを起こすか、そこは浦和レッズもちょっとまあ前回3得点しているんでそこを自信にしてほしいんですけども、さあこの鹿島 VS 浦和レッズですね、まあ、どういう風な90分間なるか、まあ、昨年の再現してほしいですね。昨年ホーム最下で鹿島に勝ってから、ね、勢いついたこの浦和レッズなんで、その時の再現、まあ、もう一回、見返してやろうという話でございますね、はい。そして AI シミュレーションですね、まあ、AI によるシミュレーション結果によると、まあ、1対1って話でございます、まあ、得点選手としては上田綺世と江坂が決めるというゲームになってますけれども、しかしまあこれ浦和レッズ鹿島アントラーズ、まあ、両チームの今年のデータとか本当過去のデータとか全部含めた数字になってくる、要はまあデータ的な相性はこれ浦和も鹿島あんまり変わりがないというデータでございます。まあ、これもちろんこれ AI シミュレーション実は何回かですねやり直すとですねこれ試合結果が変わるんでね、それまあその時のクリックした時とかにまあよって結果変わってくるんですけれども、まあ、しかし一番最初に出てきたのは浦和鹿島ドローという結果だったんで、まあ、もうドローじゃ満足できない、本当まずは、まあ、一桁順までこの、ね、残留争いから抜け出すために勝ち点差、まあ、しかもホームの鹿島戦なんで、ね、絶対負けることができない。さあこの我が浦和レッズでございますけど、本当魂も本当最後の最後まで90分間足を止めずに何も諦めることなく頑張ってほしいと思ってますね、はい。ということでございますね、以上パルプンテジルサッカーチャンネルの筒に方チャンネル登録します。さあ